皆さんこんにちは、バイカーモデルの時ひろみです。今回は私のお気に入りのヘルメットを紹介したいと思います。それがこちらです。アライヘルメットのアストロ GX になります。こちらカラーが、フラットブラックになります。はい、かっこいいし、かわいいよね。で、いつも私結構派手めなカラーリングってかグラフィックを選びがちなんだけど、今回はちょっと無地のものを選んでみました。かっこいいよね、マットブラック、かっこいい。しかもここもフロントロゴのところにちゃんとマットブラックにガンメタ系のシルバーの粗いロゴになってて、かっこいいよね。すごいシンプルでいいなと思ってこれを選びました。で、アストロ GX って最近出たモデルなんですけど、アライヘルメットの安全性能が優れた作りになってるのは変わらず、さらに内装が新しくなったので、より被り心地がいいモデルになってます。はい、で実際に被ってみたんですけど、もう被ったり脱いだりするのがすごい楽になりました。この開口口っていうんですか、ここがすごいちゃんと開くし、被った時も感すごいあるし、こう変にこうブレたりもしないんだけど、なんかね、この頬のところ結構さ、しっかりこう押さえつけられてるとさ、頬の内側の肉感じだったりすることがあるんですけど、そういうのが全然なくて、ちゃんとフィット感あるのにこう締め付けられてる感がないのですごい楽でした。で、インカムをつけてても耳が全然痛くならなくて、すごいいいなと思いました。私これ SSTR で初めて被ったんですけど、久しぶりのロングツーリングでも全然頭も痛くならないし、耳とかも痛くならないし、すごい快適でした。これね、ぜひ皆さんに被ってみてほしいなと思います。体感してほしいです。あと快適性能がさらに上がってるということで、ベンチレーションがここのロゴのとこもね、ベンチレーションになってる。ここがちゃんと上がって面白くない？ここがベンチレーションになってるの。ここから風が入って抜けていく。これ目線の高いアップハンドルのバイクでも、こうスポーツタイプのバイクでもちゃんと風が通る作りになってるらしいです。あとこの後ろのこの GT スポイラー、これが高速走行の時でもこう乱気流を抑えてくれて疲労軽減してくれるっていう、すごいね、完全に新設計な感じで、本当にツーリングユースに最適なモデルになってます。ということで、私が一番気に入ってるアストロ GX でした。そして他にもお気に入りのヘルメットがあるので、そちらも紹介したいと思います。じゃーん、こちらです。アライの RX7 のキヨナリになります。これもね、マット系なんですけど、レプリカシリーズになります。人生初めてのレプリカシリーズです。はい、この竜の絵がかっこいいですよね。RX7 はアラヘルメットのフラッグシップモデルで、モトGPレースとかでも目にすること多いと思うんですけど、まあ、これもそうですけど、レプリカモデルが出てたりします。なのでレースで使われるぐらいなので、安全性能は一番高いのかな。あとフォルムね、この上のここの2つのディフューザー、これが MotoGP レースの実戦からフィードバックされた新形状になってるらしいです。で、あとここのエアロフィン、このエアロフィンがあることによってさらに泣き入りを整えて、よりぐらつきを抑えて安定性を高めてくれる効果があります。で、あとはとにかくかっこいいってことですね。かっこいいよね、フォルムが。レプリカモデルが出てるシリーズなので、やっぱ憧れるよね、みんな。新しくこのキヨナリモデル このキヨナリトリコっていうのが出て、これにさらにちょっと赤とか青がちょっと入ってるモデルが出て、それもかっこいいなと思ってます。あとマーベリックも新しく出る、かっこいい。マーベリックぜひチェックしてみてください。はい、お次がこちらです。ラパイドネオのオーバーランドオリーブになります。やっぱりこの特徴的なフォルムがかっこいいよね。ネオクラシック風なのがかっこいい。うん、ラパイドネオはひたすらかっこいいっていうことかな。街中でも結構見かけるし、結構なんだろう、どんな服装とかでも似合うかなと思います。で、ラ
ラパイのネオって結構、デザイナーさんとかイラストレーターさんとかとピンストライパーさんとかクリエイターさんとコラボしてるものが結構出てまして、このオーバーランドも加藤信樹さんがデザインしたグラフィックになります。で、私これすごい好きで、これオリーブなんですけどベージュも持ってます。2色出てて2色とも持ってるんですけど、それぐらいこのデザインがすごい好きです。で、このオーバーランド作った信樹さんがさらにまた新しくデザインしたのが出ます。それがリアクトっていうモデルになりまして、ナイトブルーとダークモカっていうまた2色出るので、発売日はまだ未定だそうなんですけど、アライヘルメットのカタログなどには載ってるのでぜひ発売と新情報をお待ちください。はい、ということで、私のお気に入りのヘルメット3つをご紹介させていただきました。他にもおすすめの製品たくさんあるので、また機会があったらご紹介したいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もご覧ください。ありがとうございました。